すする TV。 ずるずる、どうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってたんですけれども、いよいよ500回を迎えましたね。ありがとうございます。そして皆さん、さようなら。こちらです。どん、 JR 神田駅から徒歩3分くらいのところにあります天下一品神田店さんにお邪魔してます。単純にすすりたかったのと、あと初心に帰るという意味でやっぱり天一は外せないんじゃないかなということで、天一全店制覇とかもやりたかったですね。レッツゴー。さあ、天下一品神田店さん、涙の注文制です。今回すするは天一で見たことのない牛丼定食に味玉トッピングをチョイス。もちろんラーメンはこってりです。料亭のような座敷だなと思って待っていると、こちらが天下一品神田店さんの牛丼定食味玉トッピングです。この安定の食欲をそそる見た目、久しぶりの天一に胸が躍る。そして牛丼は本当にザ牛丼といった感じですね。それではいただきます。ではまず天一といえばの粘度の高いこってりスープから、ふわーい。この野菜がふんだんに溶け込んだザラつきに鶏ガラのコク。何度も天一をすすっているすするは懐かしい気持ちで泣いちゃいそうです。それではお次にメンマをパクリと食らって、最終回っぽくもう麺にいっちゃいましょう。嫌がおうにも麺に絡みついてくるスープとともにすする。ジャボーン。噛み応えがよく、しっかり味のある麺とこってりスープはまさに永遠ともいえるベストフレンド。すするも永遠でいられないのが本当に悔やまれます。さあ、これだけこってりでも嫌な感じがなく、どんどんすすれるのが天一のすごいところ。長い麺をじゃんじゃんすすって、たっぷり絡めたネギとのアクセントも楽しんだら、ここでラストチャーシューターン。最後でもしっかり笑顔を保ってパクッと食らうと、安定感のある肉質しっかりな噛み応えが嬉しいです。ではもう残り少なくなった麺をすすって、またスープを楽しんだら、いよいよ牛丼の登場です。ラーメン屋ではなかなか見られない光景ですが、がっつりと食らう。ピピュー。甘みが強い甘じょっぱな味付けでちゃんと牛丼してる。こりゃもうバクバク進んじゃうやつで、こってりスープと合わさると味がギリッと濃くなってうまさ倍増です。さあ、もうどんどん肉食らって米食らって、さらに七味も投入して食欲を刺激されたらノンストップで食らいまくります。やはりこのこってりスープとの相性が抜群なので、ここでしか味わえない組み合わせは試してみる価値ありですよ。ってな感じで、最後に2代目すする候補のスライス味玉食らって、牛丼食らってからスープ飲んだら惜しまれつつも本当の完食です。大変美味しくすれました。最終回にふさわしい安定のうまさでした。皆さん本当にありがとうございました。それではごつれ、はい、ごちそうさまでした。いやー、天一さんに行ってきたんですけれども、いやー、もう相変わらず安定の濃厚スープでしたね。なんかちょっと神田店さんは味が優しめに感じましたね。全店同じ味のはずなんですけど、本当に、まあ、なんといっても、まあ、特筆すべきは牛丼ですよね。まさか天一で牛丼をね食べる日が来るとは。濃厚なスープと牛丼を一緒に食べると、もう味がギリッと濃くなって、それもまた美味しかったですね。いやー、今回で終わりと考えると寂しい気持ちもありますが、またどこかで会えたらいいですね。ごちそうさまでした。それではすするの公式キャッチフレーズ、天下一品神田店さん、天一で天下統一したいわ。はい、まあ今回で500回ということで、まあ恒例とは言ってなんですけど、まあ今回で終わりですね。本当にありがとうございました。本当に今までお世話になりました。すすさん、すいません、今回ちょっと、はい、マジで終わりっす。笑ってんじゃん。いや、終わりじゃないでしょ。マジです、ごめんなさい。ちょっと数字的にもちょっと厳しいところがあって。え、なに、本当に本当に終わりいやいやいや、いや本当にすいません。まあ今回この500回という節目の回だったわけですけども、最近する自分自身でもちょっとたるんでるんじゃないかって、それでご視聴者の方たちをこう楽しませてあげられてなかったんじゃないかと、こう辛い部分もありまして、まあ、これからもあのラーメン屋に行けばきっといつかすするに会える日もあるんじゃないかと、ぜひラーメン屋で見かけた際には声をかけていただければと思います。ずるずる。はい、どうもすするです。今まで本当にありがとうございました。
はい、オッケーです。お疲れ様です。